兄ちゃんが持ってんの旅人の剣じゃんか。いいじゃんいいじゃん、見せて見せて。どうぞ。危ないけんあんま触んなよ。果ての古代研究所へワープ。あー、なんかこっちにワープしてきたら超平和やね。超平和やね。じゃあとりあえず旅人の剣を男の子に見せてこようかな。旅人の剣、ちょっと久々にゲットした剣ね。どのあたり、なんか村の入り口あたりの方やったよね確か。あ、入り口あたりじゃないか、この辺、あれどこやっけ。あ、あの辺か。多分あの辺を走り回りよる男の子なはず。こういうのさ、屋根の上とかになんか宝物があったりせんの。ほらほら、きっとこの辺。すー、でっしでっし、懐かしいね。なんかほらほら、男の子はいないのかい。この辺を走り回っている男の子はいないかね。とりあえずあれやね。違うわ。ホコラチャレンジじゃなくミニチャレンジで。どこ？お、幼き武器マニア。よし、ちょっと。どこにいるんだい？ん？こっちの方？あ、もしかして家の中におるとか。まだこの家、あ、ここ男の子の家なの。違う違う違う、怪しすぎる。お邪魔します。うい、びっくりした。ね、寝てる寝てる。ズーズー、武器ムニャ、にゃん、にゃん、起きてー。今何時なの？朝6時55分。学校は起きてよ。もうちょっと戦闘起きんのかな。じゃ、とりあえず、他には何もなかった。果ての村、幸せを運ぶ匠。ああ、そっかそっかそっか。家具と外観を、羽ばたけ桜田湖を見て、あっかれ地方行ってないんよねー。そんなんや。そうなんよね、あっから地方行ってないよね。肉食系男子の方行っとこうかな。ね、7時になったよ、起きないの。何時に起きるの君。寝ぼすけだな。もしや今日日曜日とかかな。そういうこともあるのかもしれね。じゃあちょっととりあえず先に、先に、何、私どこ行こうとした。そういえばこの辺のクリアしてないよね。ヤオマん、クリアしとるわ。こっちか。ムオジームの祠、力の試練、注意。そこをクリアしてないんやけど、もう一個のあのアコはクリアしたんやった。極意は無理やね。注意、注意クリアしたんか。ん、わからねえ。あ、そっか、クリアしてないところがこうやって光っとるってことかな。ムオジームの祠一旦行ってみようかな。あと一個クリアしたら多分またハートとか増やせるはずやけん。ムオジームの祠、久々。よし、挑みます。クリアしたら多分あの黄色い光がつくってことよね、マップ上に。ほい、来た。そっか、2回目はならんのや。2回目入ったことないけんよくわからんかった。よし、行くよ。今度は負けんよ。注意。
あー、ウィーウィーウィー、めっちゃ撃ってくるやんこいつ。あ、待って、体力少なくね。あ、そっか、私そんなにも回復してなかった。ちょ待ってね、力焼き山菜に、ちょマックスラディッシュとか普通に使っていこっか。へい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 、すげえびっくりしたんやけど。力焼きさん、これ何？パワーアップだけで回復はせんの今の。そんなんあるんや。とりあえず、ゴーゴー、早く動ける。力串焼き。ちょ、打ちすぎやって。打ちすぎやって。そのビームはどうやって、避けるの？縦で？縦一応構えとんやけどな。あー、見またりざるブーメラン壊れた。よし、騎士の両手剣。このさ、なんかマークがついてるやつなんだ。なんかよくわからんけど、いえいえ、超吹き飛ばすやん。もう回復しながら無理やりって感じになるよね。はっ。へい。でもさ、両手剣やけん、パワーはあるはずなんよね。はっ。へい。はっ。お、これはもう壊れかけだね、君。おい。はい。あ、今この状態がなんかすごい、なんていうん、無防備になっとる状態ってこと？クリアー。そうか、注意でこんな感じか。新しい武器、ガーディアンアクスプラス。出力強化されたガーディアンアクス。この武器には戦闘だけでなく障害物を焼き切り、進路を確保する用途があったと考えられている。へー。ってことはあの罠とか、焼き切れるってこと？ガーディアンガードプラス。出力が上がり大きくなったガーディアンガード。現代では失われたイニシアの技術で作られており、金属製の盾に危険を取らないガード性能を持つ。盾ポーチいっぱい。そう、盾ポーチをさ、増やしてくれてないから、あの、ボックリンがさ。なんか、見つけたとか言って、見つけた？帰り方を思い出したみたいなこと言い出してきてさ。で、ガーディアンガードを捨てて、ガーディアンガードプラスを。やったー、いっぱい。古代の素材いっぱい。さあ、これであとは、これ若干走るのも遅くなったんかな？兵士の両手剣とか。なんかすげえ足切れそう。ほい、宝箱。騎士の弓。ハイラル城の騎士たちが使っていた弓。癖がなくて使いやすく安定した射撃ができる。金属製なので耐久性も優れている。弓もいっぱいか。ちょっと待ってね。じゃあ弓は、一心の弓弱いなぁ。トゲボコいらんかな。とりあえずじゃあこれで騎士の弓をゲット。へい。でもとりあえずあの、持っておくのは一心の弓ということで。はい、クリアしました。注意でこれならあれやね。極意は、全然ダメってことよね。極意やっけ。よくの力の試練を克服されました。あなた様こそ孫をことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。どうもどうもありがとう。さあ、これでゲット。四つ目やろ、これで。おっしゃー。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。さあ、オッケーやね。あとはいつか極意をクリアできるように。ほい、クリアしたぜー。ってことで、そろそろ起きたんじゃない？あ、違う。そろそろ起きたんじゃない？あ、ほら。ちゃんと黄色い光が。ん？あれは、黄色い光がなくなる方か。黄色い光がある方がクリアしてないっていうやつかな。はい、じゃあ、果ての古代研究所にまたワープして。
そして今何時だ？9時15分。そろそろ起きたんじゃない？どうよ。だってほら、日曜日、今がもし日曜日やとしたらよ。今がもし日曜日やとしたらよ。子供向け番組とかもう9時過ぎとか終わっとんじゃない？逆に。まだ家におるんかな？あの子供に合わせてあのマークは動くんかな？どの辺ですか？まだまだやねん。そろそろピターって止まってもいいんじゃない？ん？動く？あ、走り回りおる。おい。おい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 。おいこら。ほら、おい、ウィース。ん？お？兄ちゃんが持ってんの、旅人の剣さんか。いいじゃんいいじゃん、見せて見せて。どうぞ。危ないけんあんま触んなよ。ほい。すげえな、リンク全ての武器を背中に刺しとん。本で見たことあっけど、やっぱ本物は違うな。サンキュー。あ、お礼を渡さないとな。カルピ、うわ、子供からお金を。ありがとう。遠慮せず取っといて。じいちゃんからもらったやつだから、じいちゃんからのお礼ってことで。次に見せてほしいもの言っていい？あ、続くのね、これ。何がいいかな。そうだな。何そのポーズ、かわいいんだけど。よし、キーメタッと。だったらファイアロットって知ってるか？そんなものまだ出てきてねえよ。それ、じいちゃんが若い時探したけど見つけられなかったんだって。だからお願い、それ見つけたら俺に見せてくれよな。なるほど、これは次々と更新されていく系のイベントなわけですね。私、夜光石やっけ、夜光石かなんかはまだゲットできてなかったんかな。10個いるって言ったよね、あのゾーラの里で。夜光石、夜光石てか夜光石どれやっけ、この辺の、あ、これか。あ、あと2個、全然全然手に入ってないわ。あ、どうもどうも。ということで、まあこれはもう OK。 宝石はお好き。火打ち石が10個、火打ち石10個、ポーチ、火打ち石はどれかね。あ、これか。あ、あと1個ねえや、このギリギリない感じね。暑さをしのぐ薬。ん？はあはあ。夜光石石、あ、そこれはそうなんよね。王家秘伝のレシピ。私の勇者様に、あ、そうそう、肉食系男子、平原外れの馬宿。平原外れの馬宿は一体どこやった？なんかこの、どこなんだ。どこなんだ。馬宿は登録されんのよね、そういえば。双子馬宿、でも場所はわかるんか。平原外れの馬宿はどれ。あれ、もう馬宿ない、なわけないよね。平原外れ、あ、これも馬宿。違う、エポナの場所わかる。あれどこよ、リバーサイド馬宿。平原外れはどこっすか。なくね、出現の馬宿。え、なんかちょっとすげえ外れた場所にあるとか、そういうそんなこともあります。もしや、これ何。あ、カラカラバザール。え、平原外れの馬宿なくね。あ、ここやん、ここか。じゃあちょっとこっちに、ルヨタウの祠にワープ。逆になんかあの目的地のマークがあったけん分かりにくかったね。はい、リオタウンの祠。んで、え、私極上獣肉持ってるよね、これよね。あー、あったあった、よかったよかった。んで、平原外れの馬宿はこの下か。あ、あっこ、あっこなんか行ってないとこあるやん。え、あれもしかして行けんかったとこ。え、どうなんやろ、分からん。あれかな、ガーディアンのとこかな、もしかしたら。そうかもしれんけど。も
しかしたらそうかもしれんけど、ちょっともう一回行ってみる。はい、平原外れの馬宿に到着。こいつか。料理鍋をご利用ですか。いや大丈夫。ご用件は主人のインブリーへお願いします。道案内でしたら見習いにトロット君へどうぞ。あ、この子かな。いらっしゃいませ。はあ、借りたて生の牧場でも獣肉久しぶりに食いてっす。借りたてじゃなくてちょっと申し訳ないけど、あれ、この匂い、もしかして生の極上獣肉持ってたりするんすか。極上獣肉の匂いってどんなんやろ。獣臭いんかな、やっぱ。あの、もちろんタダでとは言わないんで、よかったら俺にお肉を分けてほしいっす。いいっすよ。いいんすか。じゃあ遠慮なく一つもらうっす。お礼は奮発して100ルピーっす。ありがとう。はい、金ルピーゲット。お客さんのおかげで少し元気出たっすよ。なんとか頑張ってみようと思うっす。また生の極上獣肉手に入ったらお願いっす。あ、これは繰り返すやつ。肉食系男子コンプリート。一応まあコンプリートにはなるんやね。オッケーオッケー。んで、ちょっと向こうに見えとった、向こうに見えとったあの塔に向かってみようかな。あれね、多分あのガーディアンのとこな気がしないでもないけど、でも一応あれ、今の段階でも行けますよって言ってくれてた人がいたから、もしそうだとしたら、もしあれがガーディアンのとこだとしたら、ちょっと一旦行ってみようか。だからこの間もね、だいぶ体力減らすところまではできとったけん、なぜあそこで諦めたんだってアスムにも言われたし、あっこまでやったんなら行けやみたいなね。まあ確かにね。うわー、なんか久々のチュチュー。ね、君たちなんか体力多くねっていうか、でかくね。なになに、水分吸いすぎじゃね。なに、ちょっとチュチュー、雨降ってきたじゃん。私今崖にいるんですけど、ちょ、待って、旅人の剣使ってんの今私。壊れた。あー、なんか、え、雷は降らねえ。チュチュゼリー超大量。待って、雷伴ってますけど、これは松明を身につければいいかな。そういうことではない。お願い、早く雷を収まって、収まってください。待って、怖っ。あ、これは、あら、これは、ちょい待って、これは雷ガードみたいなのについてないんかな。あー、ついてると思ってねえや。あー、ですよね。しかも水の中。あ、これ、あ、溺れる。あ、溺れる。ねえ、まだ雷鳴ってんの。あ、ここあれや。ちょ、待って、とりあえずあれだな。ルヨタオの祠に一旦飛んで。ルヨタオの祠に一旦飛んで、じゃないと永遠にあそこを繰り返すことになる気が。ね。あれ、平原の前でどこ？あ、ここだ。ちょ、待って、平原のお前、あー、ちょ待って、普通に怖いから。ちょ、待って、大丈夫？屋根ある？ここない、ない。あー、ちょっと待ってって、待ってって言ってんじゃん。ふう、怖いわー。雨宿りしてんの。料理鍋大丈夫よ。この子供の座り方が可愛い。可愛い。いいね、そのペタンとした感じ。わあ、めっちゃ雷落ちてる。え、あの犬は平気なの？
あの犬は平気なの？ねえ、犬もこっち入ればいいのにね。ウェイ。何あれ何あれ、なんか飛び降りよ。今一瞬キラキラしたものが飛び降った気がしたんやけど、気のせい？うお、びっくりした。木が倒れた。え、そんなこともあるの？え、何、雷で地形変わるの？マジかよ。マジかよ。へえ、そんなことがあるんや。何、あの女の人は木の下で雨宿り？ウェイ。ほら、なんか飛び寄るってあれ。もうちょっと近くであれが飛んでくれたら見に行くんやけど。早く晴れないかな。めっちゃ尻尾振りよし、なんだ、アホなのか？アホなのか、あの犬は。ねえ、早く晴れてよ。料理鍋で時間潰した方がいいかな。はっ。あ、そっか。松明に火をつけてやらんといかんけん、雨の時にはできないということが。カンギスさん、なんで入らないんだ。絵のセットだけしまってもね。なんか長くない？長くない？ちょっとさ、なになになに？え？めっちゃ電気バチバチなりよりやん。これ家、ここにおっても、ここにおっても危険なんじゃない？なんか、うわ、地を揺るがすほどの雷。パチ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 じゃねえよ。え、大丈夫？なんか。あ、晴れてきた？あー、よかったよかった。なんかちょっとね、この世の終わりみたいな感じになっとったけど。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。